俺の名前は橋本明。俺には3年かけて口説き落とした彼女がいる。それがこちらの宝来静香さんだ。静香さん、おはよう。おはよう。温度差を感じる。まあでもこれが静香さんらしいんだけどな。俺が静香さんと出会ったのは職場。静香さんはうちに来ていた派遣社員さんだったんだが、無口でクールな彼女は近寄りがたい空気を醸し出していて、職場ですごく浮いていた。派遣で来ているとはいえ寂しくないだろうか。お疲れ。そんな彼女が気になって話しかけるうち、橋本さん面白い人ですね。ふと見せてくれた笑顔に俺はコロッと落ちた。それからは彼女の笑顔が見たくてとにかく頑張ったそして話しかけるたび高確率で彼女の小さな微笑みが見られるようになった頃、俺と付き合ってくれませんか。え、あ、私と付き合うのはやめた方がいいと思います。なぜですか。私は甘えべたで普通の恋人になれないと思うので。俺はあなたが好きなんです。甘えべたでもあなたがいい。少し考えさせてください。初めての告白は保留に終わった。それでも俺はめげずにアタックを繰り返し、なんとか静香さんの派遣期間が終わる前に彼女に告白を受け入れてもらうことに成功した。今はもう彼女は別の会社で派遣社員として働いているから職場で会うことはできない。それでも同棲しているから毎日顔を見られて幸せだ。ただいま。おかえり。最初はそう思っていたけど、同棲してから1ヶ月、お休み。恋人らしいことを何もしていない。寝室も別だ。おやすみ。静香さん、俺と本当に付き合ってよかったのかな。俺がしつこいから面倒くさくなって付き合うことにしたんじゃないかな。まあ確かにお前はしつこいな。おいおい、友達を慰める気ゼロか。でも話を聞く限り、静香さんってそのあまり自分の感情を表に出すタイプじゃないだろう、お前と違って。うん、交際も同棲も OK してるんだし、別にいやいや一緒にいるわけじゃないんじゃないか。そうだよな。静香さんが自分の感情を表に出すタイプじゃないのは知っている。そんな静香さんを理解した上で付き合ってるんだ。でも一緒にいればいるほど欲が出る。好きだからもっと静香さんと甘い時間を過ごしたいと思ってしまうんだよな。静香さん、おはよう。朝ごはんの準備ありがとう。いえ。あれ、なんかいつになくそっけないような。俺何かしたかな。あ、そうだ、今日は朝から会議があるんだ。急いで支度して仕事に行かないと。先に仕事行ってきます。ん？好きな人と手をつながないと出られない家。え、これは静香さんの字？困ったね。静香さん？明さんは早く仕事に行かないといけないのに、このままでは家を出られない。あの、私の手でよければつなぐ？なんだこれは。もしかして静香さん、俺と手をつなぐためにわざわざこんな張り紙を準備してくれたのか。早く仕事に行かないと遅刻するよ。あ、うん、そうなんだけど。私の手じゃダメ？そんなことない。家を出るためにも手をつながせて。うん。手をつなぐだけなのにめっちゃ緊張するんだが。手、ちっそ。かわいい。柔らかい。やば、かわいい。そろそろ家出られるかな。行ってきます。行ってらっしゃい。いや、もう仕事に行くって気分じゃないんですけど、この感情どうしたらいいの。彼女と手をつないだだけで感動する24歳。夜中に一人であれを書いていたのだろうか。朝いつもよりそっけなかったのは、あの張り紙を見た俺の反応が気になっていたからなのか。考えれば考えるほど静香さんが可愛くて、ただ手をつないだだけなのに、その日一日ずっと落ち着かなかった。今日一日静香さんのことが頭から離れなかった。そして静香さんにあげたくてお花買ってきちゃった。ただいま、静香さん。おかえり、明さん。いつも通りの静香さんだな。これ静香さんに。え、なんで。
なんでかというと、静香さんが好きって気持ちを伝えたくて。ありがとう。あ、今ちょっとだけ笑った。その後一緒に夕食をとり、風呂に入ってから俺は自分の部屋に向かったんだが、好きな人を抱きしめておやすみと言わないと入れない部屋。これはつまり部屋に入る前に静香さんを抱きしめておやすみと言ってほしいってことだよな。あの静香さん。何？実は自分の部屋に入るには好きな人を抱きしめておやすみと言わなきゃいけないみたいで。抱きしめていい？そうしないとアキラさんが自分の部屋に入れないならするしかないよね。静香さんは素直に甘えられないんだ。だからこうして俺に抱きしめてもらう口実をわざわざ作ってる。控えめに言って可愛すぎないか？お願いします。いい匂い。どこがどうとは言わないけど柔らかい。アキラさん苦しい。うわっ、ごめん。大丈夫？大丈夫？俺が大丈夫じゃないかもしれない。アキラさん、あとおやすみって言わなきゃ。あ、そうだった。おやすみ、静香さん。おやすみなさい。うわー、離れたくなかった。もうずっとおやすみって言わないで抱きしめたまんま一緒にいたかった。明日もまた何か張り紙してくれるかな。次はきっとキスしないと出られない。家出らんなくなるって。でもして。ところが翌日、一枚も張り紙が現れなかった。なんで？昨日限定のイベントだったの？もしかして俺がっつきすぎた？苦しい。その翌日も、そのまた翌日も張り紙はなくて、何を話しかけても静香さんはそっけなくて、俺はめちゃくちゃへこんだ。絶対に俺がミスったせいだ。せっかく静香さんが勇気を出して距離を縮めようとしてくれたのに、俺が驚かせちゃったから。謝ったら許してくれるかな。静香さんの好きないちごのショートケーキ買って帰るかな。ただいま。静香さんの好きないちごのショートケーキ買ってきたよ。おかえり。ちょっと静香さん、大丈夫？具合悪いの？大丈夫。大丈夫に見えないよ。病院に行く？そういう具合の悪さじゃないの。ちょっと悩みがあって、それで疲れちゃって。悩み？それってもしかして俺に関わること？否定しないってことはそうなんだね。やっぱり俺ががっつきすぎたせいだ。こんなになるまで悩ませてしまったんだ。ごめん、俺。違うよ。アキラさんに関わることだけど、アキラさんが原因で悩んでるわけじゃないの。新しい張り紙書いたんだけど、貼る勇気がなかなか出なくて。え？新しい張り紙？キスしないと出られない家？ねえ、静香さん。ちょっと聞きたいんだけど、どうして突然張り紙を作ろうと思ったの？それは、アキラさんがお友達と話しているのを聞いて。静香さん、俺と本当に付き合ってよかったのかな？俺がしつこいから面倒くさくなって付き合うことにしたのかな。どうしよう。私が奥手すぎるせいでアキラさんが不安になってる。甘えべたを理由にしちゃダメだ。私の気持ちちゃんと伝える努力をしなきゃ。それで張り紙を使って？うん。私もね、アキラさんと恋人らしいことをしたいって気持ちがないわけじゃないから。アキラさん。静香さん、可愛すぎるって。え？でも静香さん、無理しないでゆっくり行こうよ。無理して先に進もうとして具合悪くなっちゃうのは心配だから。アキラさん、ありがとう。大好き。俺も大好きだよ。俺たちにはまだまだ時間ある。焦らずゆっくり行こう。俺もこういうの書いてみるかな。〇〇しないと出られない部屋か。むふ。アキラさん。あ、ケーキお待たせ。いや、横島のことだと考えてませんが。え？あ、なんでもない。ケーキの準備ありがとう。早く食べよう。うん、
危ねえ、俺が書くのはダメだ。それからというもの、うちにはたまに〇〇しないと出られないという張り紙が現れる。その試練を乗り越えるたび、俺たちの距離は少しずつ縮まっていく。漫画エンジェル未公開、姉妹チャンネルもよろしくな。